どうも、しょうやです、今回はね、またオンラインの動画になりますが、遊んでたらね、発見した車、革新要素なのかな、ちょっとわかんないですけれども、めっちゃ耐久度の高い車があったんで、それをご紹介しようかなと思います。残念ながらね、なんていうのかな、車庫に入れたりするね、改造したりすることはできないんですけれども、防弾のね、完全防弾とは言い切れないんですけども、C4 をつけられてもね耐えるので、5、6個だったらもう全然多分ね 7、8 個耐えるんじゃないかなと思います。それがね頑丈なね、車があるんですよ。アーム現金のねアームルトラックも結構耐えるんじゃないかなと思うんですけど、それに匹敵するかそれ以上だと思いますね。戦車にはね、及ばないですけれども、戦車は10何個つけないと壊れないので、まあそれに準ずるものだと思ってください。それの場所を紹介したいと思います。今ね、場所的には今マーキングしちゃってるんですけど、一回行ってなかったんで、あの遠くに離れないといけないんですよ。この軍事基地があるね、この辺りまで一回離れて、一回戻るというところから、動画を撮り始めました。ということで、目的地まであと2マイルあるので、そこまでカットしたいと思います。さて、目的地が見えてきましたか。よし。この一角ね、ちょっと地図でお見せしますけれども、ここね、ちょっと大きい、あれで見てみるとこんなところです。ここのね、服屋さんと、このコンビニエンスストアのあるあたりの、ここですね、この角に交番がある。交番ってか、おまわりさんのね、あるんですよ。なんていうんだっけ、ポリスステーションがあるわけですね。そこのところの下に入るとですね、こういう風に遠ざかってちゃんと距離をね置いた後は、このアームドトラックっていうのがリスポンスするんですよ。ここにこれ頑丈そうでしょ、見るからに。これがねまた硬いんですわ。ちょっとなんかあのヒットマンからヤンキーに変わってしまったのは申し訳ないこれがねまた硬いんですよ。よいしょ。これパクったらおまわりさんいるからな、大丈夫かな。あ、大丈夫なのか。オッケーオッケー。この間おまわりさんいた時なんか手足ついたのはなんか別な理由だったのかな。おまわりさんがいても取れるみたいですね。ちょっとこれの耐久テストをしたいと思います。どっかいい場所ないかな。 C4 バカバカ爆発させるから、ちょっとすぐ手配ついちゃうと思うんですけど、おまわりさんの交番の近くはやめときますか。あ、ここ良さそうですね。あー、でも人がいるな。やめた。ちょっと遅いのがたまに傷なんですけれども、後ろから側面から、まあ、斜め後ろからね撃たれても、自分にダメージが入ることはありえません。まあないですね、全然ないです。残念ながらね、タイヤがブレッドプルーフじゃないんですよ。その防弾じゃないんですね。なのでそこだけちょっと残念なとこなんですけれども、タイヤ撃たれちゃうとおしまいなんですが、それ以外はね気軽に戦車並みの耐久で遊べます。じゃあここにしようか、しょうがないもん。よし、じゃあ行きますよ。とりあえずね、よいしょ、ピストルやめて、こっちか。正面から撃たれてもここ防弾なんですよ。ここはちょっとエイムアシストが効いちゃってるな。まあいいや、よいしょ。ここはね、防弾なんです全部。ここから撃たれても全然問題ない。ただね、この横の小窓がね、あの防弾じゃないんですよ、ほらね、なんでそこだけ気をつけてください。後ろから撃たれても、まあ何の問題もありません。何人乗りかはちょっと調べてないんですけれども、ちょっとまあそれは今度お伝えしますね。で、さっき言ったようにね、このタイヤがね防弾じゃないので、撃たれちゃうとダメですね。パンクしてしまいます。ということで、C4 通常の車はね C4 をつけられちゃうともう一発で爆発してしまうんですけれども、これでよいしょ、1個目、ね、2個目、3個目、4個目、
5個目6個目7個目8個目でね、9個目で確かダウンしちゃいますね、私のあのあれだと、調べ調査だと。で今壊れる寸前になっちゃってるんですけど、まあ9個まで耐えられるってことですね。なので、かなり強いですこれ。手軽にね、戦車並みのあれで遊べます。あれ、これでいいのかな。 OK、 星3つになってもね、通常なら撃たれて死んでしまう、まあね、後ろか横から撃たれて死んでしまうんですけれども、これならね問題ないんですよ。こうやって、ああ、横からは撃たれるんで、横にいる敵はね倒した方がいいです。今だいぶ耐久値減らしちゃったんで、辛いところですけれども、これをね自分の車庫に入れる方法があればいいんですけれどもね、改造して遊びたいですけれども。よし、ということで、まあすごい硬い車だっていうことで、今回お伝えしました。止まってんのか。あー、乗れるか。あー、なるほどね。私は乗れ、見えますね、ちゃんと。これ乗った瞬間にいつも砲塔がグイーンって動いて、いつも乗ってる人を吹っ飛ばしちゃうんです。あ、やばい、あ、やばい、ぶっ飛んでったんですけど。ぶっ飛んでったもん。乗れちゃうんだ。あー、なんだろう、あそこにバギーもあるんだ、知らなかった。ここにバギー止まってるんですね。買う必要ないんだ。おお、あいで。あいで。すごいね、その肉弾戦も強いね、結構。すごいな、それもなんか視点の速さによるのかな。それ撃ってみてください。じゃあ私ちょっと横に横向けますんで、耐久テスト。あはは、一撃だ。やっぱりダメだったのか。やっぱりダメだったのか。特殊強行犯対策2課、ただいま現場に急行中です。地元住民からの報告によりますと、約2名以上のギャングが、抗争している模様でございます。ただいまそちらの現場に急行中でございます。あそこですね。誰なんだこの人は。警察に喧嘩を売ってくる人は。ちょっと何やってんのこの人。あー、被疑者2名確認、被疑者2名確認。ただいま検挙に移りたいと思います。撃たれてる、撃たれてる、撃たれてます、撃たれてます。退却、退却。ただこちらは防弾なんですよね。被疑者1名確認、被疑者1名確認、被疑者2名います。被疑者1名ダウン、被疑者1名ダウン、被疑者2名、2名は無視、2名目は無視。あー、危ない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 。あ、被疑者1名が復活した模様。被疑者1名復活ダウン。また撃たれてる。どこだどこだ、どこにいる。どこからか撃たれてる、どこからか撃たれてる、どこからか撃たれてる。車が動かない。やばいぞやばいぞ。被疑者第2を確認、被疑者第2確認、被疑者第2ダウン、ダウン、被疑者第2ダウン確認。ちょ、同業者から同業者から出られてる。同業者から出られてる。まずいまずい、同業者からなぜか出られてる。被疑者第3確認、被疑者第3確認。ただいま検挙します、検挙します。被疑者第3、被疑者第3検挙。被疑者第4、あ、これで終わりかな。あー、まだいる、まだいるいる。被疑者第4、被疑者第4確保。全員検挙した模様。このまま撤収したいと思います。
同業者から同業者から出られてる。退却退却。